はい、こんにちは、116インズです。ここ1週間の MLB はウィンターミーティングがあった影響か、移籍市場が一気に活性化して次から次へと選手の FA 契約まとまった印象ですよね。ずっと MLB 見ている人間でもこの移籍の多さにはついていくのに精一杯という感じでしたので、今回はウィンターミーティング期間中にまとまった主に FA 契約を中心に、自分の復習も兼ねて大まかに特に動画にしていないものをおさらいしようという動画になります。おそらくこれ見ればある程度最近の選手の移籍動向がつかめると思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。それでは見ていきましょう。まずは見逃した方向けですが、ウィンターミーティング中大型契約がボンボン決まりましたよね。今季歴史的なシーズンを送ったアーロン・ジャッジが9年総額3億6000万ドルでヤンキース残留、トレイ・ターナーはフィリーズと11年総額3億ドル、ザンダー・ボガーツはパドレスと11年総額2億8000万ドル、日本からポスティングで MLB 移籍を目指していた吉田正尚選手はレッドソックスと5年総額9000万ドルの報道、コンフキャッチャー史上目玉 FA だったウィルソン・コントレラスがカージナルスと5年総額8750万ドル、そしてデグロームを失ったメッツがジャスティン・バーランダーと2年総額8666万ドル、スター選手の契約が次々まとまり市場の勢いも感じましたね。このあたりの契約についてはすでに別の動画でも出していますので、こちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。ではここからが本題ですが、ウィンターミーティング始まる前からザック・エフリンが3年総額3900万ドルの契約もらっていたり、今季怪我で先発できなかったマット・ボイドに1000万ドルの契約が出たりと、先発市場は少し高めな雰囲気もあったところで、フィリーズがタイワン・ウォーカーと4年総額7200万ドル、ウォーカーにこの契約規模はびっくりですね。フィリーズはエフリン、ギブソン、シンダーガードが FA となり、ローテーション強化が必須なところで、ここ2年間ソリッドな活躍を NL 東地区で見せてきたウォーカーを欲しがる理由はわかりますし、今季のウォーカーは防御率 3.49、ウィンザボリプレイスメント 2.6 ですから、ローテーションの強化にもなったとは思いますが、結構な額いったなという印象はやはり拭えません。そういう意味ではカブスと4年総額6800万ドルの契約を結んだジェームソン・タイオンもなかなかの額もらったなと。タイオンは事前報道で4年総額6000万ドルくらいもらえそうと話出ていましたので、ウォーカーほどの驚きはありませんでしたが、とはいえヤンキースでの2年間は防御率 4.08、 2年間合わせたウィンザボリプレイスメントが 3.5 とリーグ平均の先発投手くらいのパフォーマンスだったタイオンですからね。パイレーツ時代はエースポテンシャルを見せて、ヤンキースもそれに期待して2020年オフに4人放出してまでタイオンを取ってきましたし、カブスとしてもそのポテンシャルを買った格好でしょうか。コマンドはよく故障歴のある選手ですが、ここ2年間は大きな怪我なく投げられていますので、ここから才能開花となるでしょうか。で、じゃあ先発投手みんながみんな高いかと言われたらそうでもなく、レンジャーズと2年総額2500万ドルの契約を結んだアンドリュー・ヒーニーはその一人かなと。先日デグロームを獲得したレンジャーズがまたも先発補強に動いた格好で、今季は肩の怪我で長期離脱しましたが、ドジャースで新しいスライダー、いわゆるスイーパーを導入したことで成績が向上し、16試合で防御率 3.10、 奪三振率は驚異の 13.6 と才能開花の兆しを見せています。その選手をこの金額の2年契約で確保できるならリスクも大きくはないのかなと。ヒーニーも割と怪我の多い選手でありますので、デグロームに続いて稼働面に不安のある選手が増えたのはどうかなと思いつつ、レンジャーズのローテーション自体は2人の加入でかなり強化された印象です。またメッツと2年総額2600万ドルで契約したホセ・キンターナも、まあ、今季の活躍考えたら安めかなと。今季パイレーツとカージナルスで計32試合に先発し、防御率 2.93、ウィンザブリプレイスメント 3.4 の好成績を残し、特にカージナルス移籍してから防御率 2.01 と一段と投球内容良くなっていました。打球関連の指標が今季改善して、被弾する割合も減ったことが好成績につながったと思われますが、バシットとウォーカーが抜けるメッツにとっては、シャーザー、バーランダーに次ぐ存在として頼りになりそう。この動画を作っている最中にメッツが千賀滉大選手と5年契約に合意したと報道が出まして、これでおそらくキンターナは4番手濃厚ですが、キンターナクラスを4番手に置けるのは強いですよね。続いてはブルペンマーケットですが、豊富なクローザー経験を持つケンリー・ジャンセンがレッドソックスと2年総額3200万ドルの契約に合意。レッドソックスは今季1年通してブルペン運用に悩まされまして、ブルペン防御率 4.59 は MLB26 位、 FIP4.13 も MLB22 位と明確に補強ポイントにはなっていましたので、実績のあるクローザーの獲得自体は理にかなっています。今季ジャンセンはブレイブスで65試合に登板してリーグトップの41セーブ、防御率 3.38、 レッドソックスでもクローザーの役割を担うことになるでしょう。ただ個人的にジャンセンに2年契約でこの額出すかという驚きもあって、今季のピッチング見てもかつてのような圧倒的なクローザーではないですし、来季35歳でちょっとどうかなと。まあブルペン市場もコンフ少し高めではありますので、ジャンセンクラスを射止めるにはこれくらいの規模は必要だったのかもしれません。
レッドソックスはもう一人、かつて日本ハムでもプレー経験のあるクリス・マーティンと2年総額1750万ドルの契約で合意。現在36歳ですが、年々投球内容が改善していまして、特に今季途中ドジャースに移籍してから26試合で防御率 1.46、全打席に占める奪三振の割合が 37% とめちゃくちゃ高いのに対して、与えたフォアボールの割合はわずかに 1.1%、24回3分の2投げてフォアボール1個ですからね。打球の質を加味した予想防御率 XERA も1年間投げて 2.55 とキャリアハイの成績ですので、今季くらい投げられるのであればレッドソックスブルペンの中でも重宝するのではないのかなと。特に今季のレッドソックスブルペンは予視球の問題に悩まされましたので、そういう意味でも無駄なランナーを出さないマーティンのようなタイプはいいチョイスだなと思いましたね。続いてエンゼルスがカルロス・エステベスと2年総額1350万ドルの契約で合意。ロッキーズ時代は通算防御率 4.59 と、ここだけ聞くとパッとしませんが、今オフクローザーポテンシャルを持つパワーピッチャーとして注目されていて、エンゼルスでも試合終盤を任される可能性が高そうです。エステベスはどうもロッキーズの本拠地クワーズフィールド以外で投げた方が標高の影響を受けにくいことからボールのクオリティが高いようで、今季はホームとアウェーで防御率にさほど差はないんですが、全打席に占める奪三振の割合が敵地だと 29.3%、 一方で予視球は 5.2% ということで、ホームで投げる場合よりも圧倒的に成績がいいんですよね。これがエンゼルス移籍後も続くのであれば、ブルペンに少なかった貴重なパワーピッチャーとして活躍してくれそうですが、どうでしょうか。はい、ではここからはバッターを見ていきますが、2019年 MVP ながらドジャースからコンフノンテンダーされたコーディ・ベリンジャーがカブスと1年契約、総合オプションのバイアウトを含めて計1750万ドルの契約に合意。ベリンジャーは年俸調停の過程で来季の年俸が1800万ドル前後と予想されていまして、ほぼそれと変わらない額を FA 市場で手にしましたね。ベリンジャーについてはここ3年間は全く不本意な成績に終わっていて、アプローチからしても果たして復活するのかも怪しいところでありますが、センターが課題のカブスにとってはソリッドにセンター守れるだけでもメリットがあり、かつ復活すれば MVP 級の選手を1年契約で確保できるのは短期的なオプションとしてもいいのかなと。来季ガチガチのコンテンダーというわけでもないカブスだからこそ、ベリンジャーくじに挑戦しやすかった側面もありますよね。活躍次第では来年夏のトレード市場の注目選手となる可能性もありそうです。次ですね、ガーディアンズがジョシュベルと2年総額3300万ドルの契約に合意。今季大方の予想に反して地区優勝を果たしたガーディアンズですが、コンタクト能力と走塁を重視した打線ではあったため、ホームラン数がリーグ14位、長打率が11位と破壊力には欠けました。そこに強打者のベルが加入。今季途中パドレスに移籍してから成績を大きく落としてしまいましたが、ナショナルズでは103試合打率3割1厘、ホームラン14本、OPS8 割7分7厘、例年20本から30本くらい期待できるパワーもある選手なので、ホセ・ラミレス、ジョシネイラ以外のパワーソースができたのはいいのかなと。しかも思ったよりも安く済んだ印象で、特に同じファーストで、ベルより年上のホセ・アブレイユが3年総額5850万ドルももらったので、それと比べるとという感じですかね。まあ実績ですとか今季の成績だったりの差でしょうか。続いてアスレチックスが2人のベテラン内野手ジェイス・ピーターソンとアレドミス・ディアスとそれぞれ2年契約。再建中のアスレチックスが FA 市場でそれなりの金額にて2人も獲得したと。いずれも内野のユーティリティタイプの選手で、絶対的なレギュラーがいないものの、今後の若手選手の台頭に向けてポジションの柔軟性をキープしておきたいアスレチックスにフィットしそう。使いたい若手がいたとして、その選手がメジャーレベルで苦しんだとしても無理に起用し続ける必要がないですし、ピーターソンにしてもディアスにしても平均程度のバッティングが今季できていますので、大幅なマイナスを作り出さずにシーズンを戦えるつなぎの役割としても良さそうですかね。この他の移籍としては別の動画で話していますが、ハニガーがジャイアンツと3年契約、トミー・ケインリーが2年契約でヤンキースに復帰、パイレーツにハーリン・ガルシアとビンス・ベラスケス2人のピッチャーが加入しましたし、マット・ストラムがフィリーズ移籍となりました。FA 市場が盛況な分、トレード市場の動きは控えめで、ウィンターミーティング中まとまったトレードは3件のみ。いずれもリリーフピッチャーが絡んだ動きで、ロッキーズのチャド・スミスがアスレチックスへ、レイズのブルックス・レイリーがメッツへ、そしてタイガースのジョー・ヒメネスがブレーブス移籍となりました。ということでね、バーッと見てきましたが、これで大体の状況を把握できたのであれば幸いです。また当チャンネルでは引き続き MLB のオフの動向を適宜動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録して待っていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。